のかを実験していきたいと思います。まず普通の YouTuber さんは目と酢とコーラを足したら泡々になるんですよ。でもジュナが持ってるこちらのキッチン用洗剤をこの中に入れたらどうなるのかを実験していきたいと思います。それってめっちゃくちゃ泡になるんじゃないの？多分そうだと思うよ。それではレッツゴー。では、じゃあ、ポポがベッドするからやるよ。はい、ほら、待って待って、あ、ほら、じゃあ、やばい、ほら、それ、それをポケットに入れるんだよ。ほら、開けましたよ。はい、入れます。これを、全部入れるの、ほら、入れたら、いいよ、つったらね、ゆっくりね、洗剤入れたらどうなるか。メントスは？待って待って、離れた方がいくない？入れる？離れてみない。メントス入れる？怖い。洗剤を、メントス入れるよ。はい、コーラを入れとけ、コーラを入れとけ。え、なんか吸っちゃう、吸っちゃう、なんで？吸っちゃう。早く吸っちゃう。吸っちゃうんじゃない？こう筒みたいのがないと全部吸っちゃうね。海岸にコーラを捧げた。まだだよ。飲んだよコーラ。むしろそのままいいんじゃん。ペットボトルのまま。うわ、吸っていい？吸っていい？それ振っちゃうとそっちがブシャーなっちゃうよ。こうして、これをこうしたら、なんか結局ダメだったから、もう一回。